キールズは160年以上の歴史があるスキンケア、ボディケア、ヘアケア製品を展開するブランド。天然由来成分を配合した製品を現在42カ国約900店舗で提供している。キールズのスタートは1件のアポセカリーでした。店頭では薬学の知識を持ったスペシャリストがお客様をカウンセリング。その処方箋をもとにバックヤードで調合を行います。 何種類ものハーブやオイルを組み合わせて一人一人、異なる悩みにきめ細かく対応していくこと、それが創業当時の締めでした。160年以上の時を経て今、その伝統は先端のサイエンスへと引き継がれています。キールズにとって、コミュニティの核である子供、地球環境、HIV に手を差し伸べます。キールズジャパンでは、2011年6月より、キール、 エスギブス・フォー・ジャパン・キールズができることをスローガンに、東日本大震災の長期的支援を中心とした、社会貢献活動を続けています。現在、1900年頃のマンハッタンのイーストビレッジで、サード・オズリートイースト13ストリートの角、ペアツリーコーナーとして知られています。キールズは、1851年の創業以来、ここにあります。キールの、 現社長、クラウス・ハイデガー。元社長、ジェイモース・ハイデガー。キールの元の薬局の店先ウィンドウに表示された、ヴィンテージの薬剤師の異物・キールズ、モンマス・ストリート、コベント・ガーデン、ロンドン・ダブリン空港のターミナル2にあるキールのキオスク。キールの期間店に展示されていた、アメリカの映画俳優、クラーク・ゲーブルが以前所有していた1934年の、 クラシックハーレーダビッドソン RL バイク。キールの100を超える数のヴィンテージバイクが世界中に展示されています。ありがとうございます。